Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa laboratorio ni Neil. Ipapakita sa video na ito na ang Yakuza 0 ay malalaro sa Linux sa pamamagitan ng Steam Play. Ang Yakuza 0 ay ginawa ng Sega at lumabas sa Steam noong ikauna ng Agosto taong 2018. 8-bit DOS N30 Pro ang ginamit ko sa paglalaro at walang problema sa compatibility.桐生君のは堂島組の桐生一馬だ。東国クレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ桐生さん。じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやろう。この人数相手に あんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道上げねえか、チンピラ。
신지라는데 마사카 고구마도 다돌이 죽을까요? 아토와 안타라게라 샤죠. 지클리 하나시오 키카세데모라. 하나시? 난 하나시다. 이마사라 도보게다 때 지간노무다다. 나제 오로 하메다. 안타노 목적이와 난다. 오이 치카스구나. 와와와갔다. 전부 하나스. 다가라. 좀 맡테그레. 俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ？その人は、あ、クゼの兄貴。まさか。 안타가 오래요? 난 하나시다. 네, 샤초사. 기류, 오마이 나니 야텐데? 어? 사츠니 지시려니 유타하자로. 내보게다 것도 야텐 자네자! やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。 一度腹割って話してえと思ってたからよ。おめえと錦山孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確か日回りとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。 孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ、今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。 こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にするや、 俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻ん中の頭が握ってやがる。ある情報？ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束している。 あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。
構成員2万5千の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡してやる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を蹴りゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのこともあんた何も分かっちゃいねえ。ガキが、この俺を敵に回すのか？本当にその覚悟があるんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所が天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんはあの風間のおやっさんの片腕だ。なるほどな。それよりお前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だがいろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。分かった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前空の一坪って聞いたことあるか？久世の兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。
俺もすぐそっちに向かう。兄貴分に向かって何しやがる。兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらしてもらいます。任せる。好きにしろ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺のとこまで来られたら、話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。
Ang Yakuza 0 ay isa sa mga maraming laro na nagpapatunay na ang Linux ay pwede gamitin bilang pamalit sa Windows. Maraming salamat sa panonood. Paki-like ang video at ibahagi sa iba kung nagustuhan mo.